姉がやっていて、親の勧めで始めました。天竜中学校です。中大連の県大会で3位になって、また個人として静岡県の代表選抜の選手になって、県外の選手と試合をできたことです。就職進学にしてもできるし、前にいた稲葉先生は元セッターということもあり、自分の力がもっと伸びるんじゃないかと思って決めました。すごく元気がある学校で、誰からも応援されるチームになるために授業から頑張って、放課後練習で成長できるように頑張る、そんな学校だと思います。レシーブをしっかりとして、次に触る人が少しでもやりやすいようにして、粘り強く戦っていくチームだと思います。県大会ではベスト4に残って、自分たちより強いチームとたくさん試合できるように頑張りたいです。